ミスターミックス。1990年代に発売された PC ゲームです。そのゲームは、表示された食べ物の名前を打ち込んで、ミスターミックスがボールに材料を入れるタイピングゲームです。難易度が非常に高いことと、各ステージごとに不穏な BGM が流れることが特徴的です。ほぼ全てのプレイヤーは、ステージ4までしかクリアできませんでした。しかし、ゲームをハッキングすることで、ステージ5をクリアしたプレイヤーがいました。クリア後はゲームの挙動が完全におかしくなり、ゲームはクラッシュし強制終了。プレイしていた PC には、おびただしい数の痛みと苦痛で叫んでいる顔をした人々の写真で埋め尽くされていました。ただ、これを回避し、隠された第6ステージにたどり着いたプレイヤーが存在します。そのプレイヤーは、極度の精神的ダメージを負い、1ヶ月後には行方不明となりました。